はい、どうも皆様こんにちは。いかがお過ごしですか。今回はバンダイの SH フィギュアーツシリーズから映画シン・ウルトラマンに登場したゾーフィ、こちらを紹介したいと思います。こちらがですね、映画シン・ウルトラマンの終盤に登場するキャラクターゾーフィを SH フィギュアーツシリーズにて商品化したものとなっております。このゾーフィの存在は映画シン・ウルトラマンを見ていない人にとっては大きなネタバレにあたる存在なんですけど、まあさすがに映画公開からもう1ヶ月経っておりますので、ネタバレに関しては気にせず紹介していこうと思っております。なのでもしまだ映画を見てなくてこの辺のネタバレが気になるっていう方は、一旦この動画の視聴を止めていただいて、映画シン・ウルトラマンを見終わってから改めてこの動画を見ていただければいいかなと思います。それではフィギュアの方見ていきたいと思います。フィギュアの見た目はこんな感じです。 SH フィギュアーツゾーフィ、回ります。はい、見た目こそ SH フィギュアーツのシン・ウルトラマン版のウルトラマンに近いんですけど、体色のカラーリングが黒とゴールドになっておりまして、このおかげで赤とシルバーの体色のウルトラマンとは見た目の印象がだいぶ異なったものとなっております。黒とゴールドのウルトラマンって珍しいですよね。これカラーリングだけ見たらどちらかといえば悪役の色だと思うんですよね。劇中では善悪を超越したような最低者たる存在として描かれてはいましたけど、色だけ見たら完全に悪役ですよね。あと色だけではなく各部の造形もウルトラマンから微妙に変わっていて、パッと見ありカラーアイテムっぽいんですけど、よく見ると実は全然別物になっております。はい、というわけで SH フィギュアーツゾーフィの見た目はこんな感じでございました。それじゃ細かい部分見ていきたいと思います。まずはお顔ですね。 SH フィギュアーツのゾーフィのお顔はこんな感じになっております。はい、まあ、トサカが黒く塗られているほか、口にも黒の墨入れが入ってますね。あとよく見るとこれ左右で目の形が違っていて、微妙に左右非対称の造形になっているんですよね。この頭部はウルトラマンに似ているんですけど新規造形となっております。さらに新規造形なのは頭部だけではなく、このボディ部分もうほぼほぼ新規造形となっております。全体のシルエットはウルトラマンと同じ細身のぬるっとした感じで、パッと見あんまり違いがないように見えるんですけど、体の模様がウルトラマンから1本線が増えていて、まあ、例えばこの胸の部分とかね、肩の部分とか、あと腕の部分とか太ももとか、後ろから見ると、まあ、ふくらはぎにもねそうなんですけど、体の模様がウルトラマンから1本線が増えていて、このおかげでほぼ全身全てのパーツにモールドが追加されております。ウルトラマンと同じパーツ使ってそうなのは腰とあと足首くらいなんですけど、ただ腰のパーツは中の関節の軸の形状が変わってましたし、足首はウルトラマンの時にあった左右の刻印がなくなっていたので、完全に使い回しているパーツは多分一個もないんじゃないかっていう、実は見た目以上に手のかけられているフィギュアだと思われます。はい、というわけで SH フィギュアーズのゾーフィの細かい部分はこんな感じでございました。続きまして可動の方を見ていきたいと思います。まずは頭部の可動ですね。頭部はボールジョイントで接続されていて、グリグリと可動します。左右方向も特に問題なく向くことができます。で、あとこのゾーフィの首の可動なんですけど、頭部と首の接続が以前のシン・ウルトラマン版のウルトラマンでは単純なボールジョイントで接続されていたんですけど、今回のゾーフィは中に1箇所ヒンジ可動するポイントが追加されております。で、このおかげで首をこんな風に引き出すことができるようになっているんですよね。で、この引き出しを用いることで上を向いたり下を向いたりする時の可動範囲が大幅に向上するようになっております。まあ、下を向く時はね若干フォルムが崩れてしまうんですけど、ただこの上を向く時にこの中のねヒンジ可動1箇所追加されたのが劇的な効果を発揮しますので、これはかなりナイスな改善ポイントだと思います。続きまして腕周りの可動、まずは肩関節前後方向特に問題なく振ることができます。で、腕はこれぐらいまで上げることができるようになっております。この肩関節を動かした時の腕のラインもシン・ウルトラマン版ウルトラマンの時よりも綺麗になっている印象がありますね。で、肩は前方向に引き出すことができるようになっております。で、肩の下でロールが入っていて、肘はこれぐらいまで曲げることができます。で、肘関節にもロールが入ってますね。で、手首は球体ジョイントでくっついております。続いて胴体の可動、
まず左右方向、あんまり大きく動かすことはできないですね。まあ、ここに関しては新ウルトラマン版ウルトラマンの時も左右方向の稼働は弱かったですね。で、うつむくのはこれぐらい、のけぞるのはこれぐらいまで動かすことができます。このうつむく稼働とのけぞる稼働は稼働範囲こそ新ウルトラマン版のウルトラマンの時とあんまり変わらないんですけど、ただ動かした時のこのお腹のラインっていうのはウルトラマンの時よりも綺麗に出ている感じがします。足回りの稼働、まずは股関節、左右方向、これぐらいまで開くことができます。で、前方向はこれぐらい、後ろ方向にはこれぐらいまで動かすことができます。で、股関節の下でボールジョイント稼働するようになっていて、で、膝はこれぐらいまで曲げることができます。膝も曲げた時のラインが新ウルトラマン版ウルトラマンの時よりも綺麗に出るような印象があります。で、足首の関節は単純なボールジョイントですね。グリグリと稼働します。で、あとはつま先が稼働するようになっております。はい、というわけで SH フィギュアーツのゾーフィの稼働はこんな感じでございました。稼働範囲自体はウルトラマンとそこまで変わらないんですけど、首の構造が大きく変わったことで首の稼働範囲がめちゃくちゃ広くなっていたのはだいぶでかい改善だと思います。あと肩とかお腹とか膝とか稼働させた時の体のラインがウルトラマンの時よりも綺麗になるように改良されていたのも地味ながらかなり好感度高かったですね。付属品の方を見ていきたいと思います。付属品は交換用手首パーツ一式のみとなっております。非常に潔い仕様ですね。まあ、欲を言えば新ウルトラマン版のウルトラマンのフィギュアーツに使えるエフェクトパーツとかつけて欲しかったですけど、それは今後に期待っていう感じですね。フィギュアのサイズ見ていきたいと思います。比較対象として隣にだいたい12分の1スケールのアクションフィギュア SH フィギュアーツのボディ君を並べるとこんな感じになります。 SH フィギュアーツの新ウルトラマン版ウルトラマンと比較するとこんな感じになります。パッと見のシルエットこそ似てはいるんですけど、よく見ると全身の細かい部分が違っていて、あとやっぱりカラーリングが全然違うので、見た目の印象はかなり異なるものとなっております。SH フィギュアーツのゾーフィではなくゾフィーと並べるとこんな感じになります。ゾフィーと並べるともう全く別人になっているのがわかりますね。そして SH フィギュアーツのゼットンと並べるとこんな感じになります。はい、というわけで SH フィギュアーツのゾーフィを紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。映画公開から発売までのスピード感が半端なくて、映画を見た時の気持ちの熱量がまだ残っているうちにアクションフィギュアを触ることができるっていうのは非常にありがたかったですね。で、あと発表から発売までがめちゃくちゃ早かったので、こんだけ発売が早いってことは、まあ、おそらく新ウルトラマン版のウルトラマンのフィギュアーツのほぼリカラー商品みたいな感じで、物としての違いはそこまでないんだろうな程度に思っていたんですけど、実物を触ってみると各部の造形が結構細かく違っていたり、稼働させた時の体のラインが綺麗になっていたり、あと何より首の稼働範囲が大幅に向上していて、全然別物じゃんっていう感じの印象を受けましたね。なんかこのゾーフィのフィギュアーツを触ってしまうと、ウルトラマンの方もこれと同じ仕様でリニューアル版みたいなのを出してほしいですよね。スペシウム光線とか八つ崎光輪とかのエフェクトパーツも追加した完全版新ウルトラマン版ウルトラマンのフィギュアーツみたいなのを、まあいずれ出してほしいなという、そんな気持ちになりましたね。まあウルトラマンの話は置いといて、このゾーフィのフィギュアーツなんですけど、稼働の構造がウルトラマンよりもパワーアップしていて、デザイン的にも干渉する部分が少なくて非常によく動くので、劇中でほとんど動いていなかったキャラであるにもかかわらず動かして楽しいフィギュアとなっております。まああとはいろんなフィギュアの背後にゾーフィを配置するだけで、いや予想ごっこができるっていうネタ性の高さもありますので、結構おすすめのアイテムとなっております。はい、というわけで今回はこんな感じでございました。ここまでご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様さようなら、バイバーイ。